マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回はですね、じゃーん、こちら。これね、何かと言いますと、バドワイザーオリジナルユニフォームなんでーす。6月に開催される FIFA ワールドカップの応援メンバーに選ばれたんでーす。今回この動画ではですね、ワールドカップ前哨戦として日本と同じグループ H のセネガル、コロンビア、ポーランドの人たちとゲームバトルを行っていきたいと思います。ワールドカップを通じて国際交流って素晴らしいですよね。ではね、早速ゲームしていきたいと思います。こちらのメンバーで戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。日本語はお話できるよ、全然。あ、できるよ、よかったよ。どちらの国のご出身なんですか？セネガルから。セネガルから。もう日本長い？そんなに長くはない。どんぐらいですか？4年って言ったら結構長いっすよね。ジンダブリビタンバーシステムアリーナイリステムスポルスキー。スポルスキー、全然わかんない。ポランド人のでアリーナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はコロンビア代表のジャディラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらのメンバーで今回は3種類のゲームバトルを行っていきたいと思うんですが、皆さん自信はありますか？あります。あります。頑張ります。大丈夫ですか？実際にしていきましょう。はーい。イエーイ。ではまず一つ目のゲームバトルがこちらでーす。今回のね、ワールドカップの開催地がロシアということで、まあロシアンルーレットしていきたいと思います。じゃあじゃんけんからこう回っていきましょうか。はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。パー出してる、パー出してる。して最初はグーじゃんけんぽい。あー、じゃんけんから、はい、右回りでお願いします。1回目。おお、いきます。ゴー。おお、緊張してる。緊張してる。こっち緊張してる。おお、果たしてポーランド代表どうなる？どうなのかな。おお、ということでね、もう少し膨らましてみました。これで確実に割れるだろうということで。じゃあ、怖い。いきますね。割れるです。せーの。やっちゃった。ということで、僕以外の皆さんに1ポイント入ります。イエーイ。では第2回戦、何々といえば何でしょうゲーム。僕があるお題を出します。で、それで連想されるものを皆さん書いてください。同じこう回答が出たらその方は1ポイントだから、みんながこうイメージしそうなものを書けばいいっていうことなんですけど、はいはい。じゃあまず1つ目のお題が、はい、こちら。サッカーが強い国といえばどこでしょう。もうそれは決まってる。もうそれはこれ日本の皆さん怒んないでね。ちなみに皆さん、サッカーはされたりしますか？アンダー20。アンダー20？そう。マジっすか？日本の国ね。そう。めちゃくちゃすごいじゃないですか。ずっとサッカーやってたんですね。じゃあ皆さんの回答書けましたでしょうか？はい。じゃあ一斉にこう出していただいていきます。せーの、こちら。じゃーん。おー、ブラジル。ポーランド。ポーランド。私はもちろんコロンビア。コロンビア。僕日本人ですけど、やっぱブラジル。ということで、僕ら1ポイント。では第2問がこちら。フルーツといえば何でしょう。皆さんの好きなフルーツを思い浮かべていただけたらこういいと思うんですけど、はい、僕はあれかな。僕は2つありますけど、あれかな。一斉に出していただいてよろしいでしょうか。はい、いきます。せーの、こちら。あー、マジか。リンゴ。リンゴ。
いちごバナナということで、リンゴエアの方々に1ポイント入ります。大変私。いや、僕ね、バナナかリンゴかなって思ったんですけど、私もリンゴ。やっぱリンゴか。私リンゴ大好きから。リンゴかな。でもやっぱりリンゴ。え、皆さんの国でもリンゴは食べるんですか？食べます。すごく美味しい。食べる。あ、確かに、なんか道歩きながら食ってるイメージだな。食べてます。もちろん。そうですよね、うん、全然気持ちいい。気持ちいいですよね。では第3問、日本食といえば何でしょうということで。あれでしょう。あれでしょう。日本食といえばあれしかないんじゃない？イエーイエーって。もうこれ、絶対これ自信ある。ノリノリじゃないですか。ノリノリ。では皆さんの回答を見てみましょう。せーの、こちら。嘘。あ、なんで。嘘。迷った私。ということで、ラーメン、ラーメン、納豆、お寿司ということで、ラーメンの方にポイントです。寿司じゃないの？やっぱりラーメンが好き。ラーメンが好きだけど、日本人は結構ラーメン食べてるね。ラーメン大好きですね。お寿司は世界的に見て日本はお寿司って思うけど、日本に住んでる外人は違う。違うんだ。そう、お寿司のところは日本人に見てみんなラーメンが好きみたい。それで思った。そうなんだ。その食べ方もでも世界的にラーメンだけ、なんか寿司だけど、うん、そう。確かに外国に行くと、なんかお寿司屋さんめっちゃ、あ、ここにもあるんだ、ここにもあるんだって。でもラーメンはあんまり。ラーメンはあんまり。そう、私もあんまり食べないけど、日本人と言ったらラーメン。あ、そうな。飲みの帰りにみんな、だからラーメン行くかってなるじゃないですか。なるなる。そうです。そう。何ラーメンちなみに好きですか？豚骨？豚骨。私豚骨大好き。あ、そうなの。ね、これ意外だった。まさかまさか。でもラーメンお店外国あってもつまらない。そう、美味しくない。そう、美味しくない。まずそんな美味しくないし、静かなの。みんな静かに食べてる、つまらない。日本すごいうるさくなってきた。もう最後美味しい。日本人は酔っ払った、酔っ払った後で食べてるから。だから楽しく食べてるから。しかもあれですもんね、すすっちゃうとダメなんですよね。あの、ってやると結構あんまりマナー的に良くない人が多いですもんね。そう、そういうことか。そういう気持ちするね。あ、うるさいのがまたいい。音が出ないと意味ない。いや、意味ない。いや、日本人には分からない、その日本の魅力だったわ。では、第3回戦いきましょう。で、次のゲームはですね、こちら、ツイスターゲームということで、1対1で、ね、戦っていただきます。まあ、次のゲームですね、あの、1億ポイント入りますんで、まだまだ勝機はあると。ではまずはですね、セネガル VS コロンビアということでよろしくお願いします。心地足見たい。これはさすがに、あー、緑緑で、はいはい。おお、いきなりもうちょっと体勢が、はい、つらそう、つらそう。これ楽ちん。おお、これはなんで私なんか黄色か。レフトフット黄色。あ、レフトフット黄色。レフトフット黄色。これはレフトフット黄色、一番先しかない。では、すべてのゲームが終わったところで得点を発表します。
セネガル代表5ポイント、ポーランド代表4ポイント、コロンビア代表1億2ポイント、日本1億2ポイントということで、日本とコロンビアの勝利、イエーイ、という結果でした。まあ、これはね、まあ僕らね、今ゲームしただけですけど、実際のワールドカップではどんな戦いになるのかっていうのがね、楽しみですね。楽しみです。ということで、じゃあ最後皆さんで乾杯しましょうか。どうぞどうぞ。じゃあお疲れ様でした。大好きなビール、ね、こちらバドワイザーでございます。で、このバドワイザーがですね、ワールドカップの、あの公式ビールとなってます。で、今だとこれがね、通常の柄なんですけど、今このね、ワールドカップ限定のこういうバドワイザーになってますんで、ぜひね、皆さんもね、このバドワイザー飲んでワールドカップ盛り上がっていただけたらなと思います。飲みましょうか。やったー、やったー。ちなみに皆さんの国で乾杯はなんて言うんですか。サルー。あ、サルー。ラズドラオビエ。ラズドラオビエ。チュース。チュース。じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。うん、うまい。やっぱすっきりしてね、飲みやすい。飲みやすい、美味しい。美味しい。はい、ということで今回はバドワイザーイレブンとして各国の方々とゲームバトルしていきました。でね、僕を含めて11名のバドワイザーイレブン、クリエイターがワールドカップの応援メンバーに選ばれてまして、リレー形式で他のクリエイターも動画をね、作成してますので、ぜひね、皆さんね、そちらの動画もチェックしてみてください。さらにさらにね、プレゼントキャンペーンというのも行われていますので、ぜひね、動画概要欄からね、皆さん詳しくはチェックしてみてください。6月19日に開催されるパブリックビューイングにも僕ら参加します。ワールドカップはバドワイザーを飲みながら、もっと熱く、もっと自由に盛り上がろう。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。